ドーテ、あー、なちばちゃん、ウィッス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 、なちばちゃん、お久しぶりで。こんばんは。いや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 、行きましょう。インモービレかな、出したのパス。あ、違うか、あ、いや、インモービレだ。わざとですよね。なに、なに、なにが。え、なんすか。なんでもないね。なんかおかしなとこあります？あ、全然。ですよ、ね、通りです。インモービレ、インモービレナイス。インモービレが行く。そしてクリロナ行く。オッケー。ナイス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 。はい、ナイス。ロドリーナイス。いやー、これちょっと中。オッケー。いやいやいや。中に入れたいな。よし。お、マジでナイス。どうした？どうした？なんでもないです。なんでもない。そう、 YouTube さん、これ YouTube さん聞いてます？ YouTube さん、これはあくまで選手名です。下ネタではありません。 YouTube さん、これを不適切とかって言うなら選手一個人の名前が不適切っていうことになるよ。 YouTube 聞いてるか、おい。これで広告剥がしたら選手名を冒涜してることになるぞ。絶対止める。チンポシュート。いやチンポーチンポーよーし、オーケー、チンポーナイス。オーケー、チブサチブサ取り行け、チブサ。ハイブしろ、ハイブしろじゃねえや、ハイブ守れ。いやダメだ。よし、行くぞ。総合値な、いくつでしたっけ、さっきの人。総合値、チンポー、え、チンポーチンポー、はい、はい、チンポーの方、チンポー、ちょっと教えて、どっち。丸の方、点々じゃなくて、ま、丸って。この試合、はい、チンポは総合値66ぐらいかな。、うん、あ、66。あ、ちょっと待って、ね、おっしゃい。マジか。ナイス、フェラリオ。フェラリオナイス。フェラリオからチンポ。うわ、めっちゃ悔しい。なんでチンポからナマ。チンポナマ。ちょっとチブサ、ロナウドがうろたえてますもん。だってこのメンツに。オッケー、ベロベロベロってよ、普通に強い。行こう。いやー、チブサ、チブサ、チブサ挟め。よし、オッケー、チブサで挟んだ。よし、ヤッチン、ヤッチンだ、ヤルチン、ヤッチン。ダメだ、笑っちゃう。チンポ、チンポ、チンポナイス。チンポから、チンチン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 からチブサ、チブサからチンチン、チンチン、チンチン、チンチン守れ、チンチンナイス。皆さん、こんにちは、こんばんは。メスです。夏場専用スカット、アルティメット。紹介は、ウィリオを全く知らない男、60の工房さんです。よろしくお願いします。さあ、いよいよ2020年の大一番が始まろうとしています。フィールドも場内も緊張感が漂っていますね。前の試合では PK を献上した選手に監督、トレーナー、選手全員で襲いかかるというあわやイエローカードというラフプレーもありましたが、本日は両チーム正々堂々とスポーツマンシップに乗っ取ってほしいところです。さあ、本日のコース内容の発表です。先陣の切り込み隊長には先日金玉の腹を訴えて欠場していたマッテオ・マンコーズが復帰。今季初ゴールに期待したいですね。真ん中左にはマルコ・マンコズ、先日の巨人戦では4打数3安打のマルチヒット。サークルの姫ポジションにはシコ、右曲がりのチンポ、尾てい骨を骨折していますが強行出場とのことです。真ん中ボケ担当ローター・マテウス、ツッコミ担当アビチャード・デンマン、後方左手には2人目のシコ、影武者です。その右手にはフェルナンド・チンポ、執行猶予は3年。そのお隣はシコ、三姉妹の少女、右端もシコ、同じ名前ですが血縁関係はありません。そしてゴールを守るのは守護神コステルパンティリモン、鉄壁のディフェンス、否認率は 100% です。控えに入りましたのはヘルマン・コンティ、今朝生まれたばかり、保育器から無断で飛び出してきたそうですが大丈夫でしょうか。ディフェンスの要パプパイ、先日爆弾テロリストとして指名手配されていましたがなんとか控えに滑り込みました。アンドレオナナ、人間ではありません。ティモティ・デライク、
司令塔として長年チームを牽引してきましたが、今年は年のせいもあって控えに回っています。とはいえ存在感は未だ衰えず、本日もノーパンで試合に臨みます。リー・チンチン、名前の通りチンチンです。レオナルド・クトリス、いぶし銀な守備が持ち味、試合運びによってはおそらく出番があるでしょう。リュウ・ビンビンです。唯一のアジア選手ですが、ソチンが気になるところ。さあベストメンバーを揃えてきました。注目選手はやはり4人いるシコ選手、初対面ということですからチームワークが鍵になりそうです。まままままままウィキネマナ